F1F チャンネル太郎です。ヨネヤンです。オーレンさんがアルファタウリに来るということで、首沢寺も一緒に来るんですかね。サードドライバーでオーレンさんがもうやらないって言ってましたよね。アルファロメオはもうやらないって、アルファロメオからもう撤収しますって言ってた矢先に、はい、アルファタウリとの複数年契約が発表されたということで、歓迎すべきことなのか、せざるべきことなのか、これはリアウィングにもオーレンって入るみたいだし、入るってことは燃料、これ燃料屋さんだよね。まあポーランドの石油企業、エネルギー企業か。だから燃料供給してくれるのかな。しないでしょう。あ、しない。あ、スポンサードだけ。あ、じゃあお金だけの。そりゃそうでしょうね。清い関係。清いかどうかわかりませんけど。なるほど。いや、もちろんうちは燃料屋なんで、燃料とかオイルとかやりたいですっていう可能性もありますよ。でもそれは多分できない。ああ、そういうこと。やれなくはないけど簡単ではないので、F1 用の燃料とかオイルっていうのは。で、ホンダさんとしても。レッドブルはエクソンモビル使います、でアルファタウリがオーレンのやつ使いますってやると、それぞれまた別の開発というか、まあ、キャリブレーションとかもマッピングとかも全部違ってきちゃうんで、非常に面倒くさい。あ、じゃあ今モービルは使ってる、モービルを使ってるエクソンモビル使ってます。ああ、そういうこと。じゃあお金だけの関係で、だから、アルファロメオにオーレンついてた時も、もちろんアルファロメオはフェラーリと同じでシェル使ってるはずだし、カスタマーは基本的にそのワークスが使ってるのと同じ燃料をそのまま供給してもらって使うと、まあ、ハースもシェルで、メルセデスではみんなペトロナスのやつ使ってる。まあ、クラレンペトロナスとかはロゴ貼らないですけど、純粋にまあサプライヤーさんとしてお金払って買うっていう形になる。そうしないと PU メーカーさんがそれぞれ別のやつ作んなきゃいけなくなってきて、まあ、実際マクラーレンってメルセデスと組んでた時、2014年ホンダと組む前はメルセデスと組んでたわけですけど、あの時もマクラーレンにはモービルがついてたんで、マクラーレンはモービルの燃料を使ってますと。でもメルセデスはペトロナス使ってて、他のカスタマーも ペトロナスの燃料1種類使ってると。だからマクラーレンはうちだけモービル用のマップをメルセデスさん作ってくださいってお願いして作ってもらわなきゃいけなかったんですよ。でそれを作るのにまた1回いくらとかってお金がかかるから非常に面倒くさいし、開発も遅くなるっていう、あんまりメリットがないんですよね、それやると。あ、でもそれをやったんだ。まあモービル、まあ、半分スポンサーで半分技術パートナーだからっていう感じ。なるほど。前はタイトルスポンサーだったでしょ。はい、でも今回はそうじゃなさそうっぽいから、まあ、プリンシパルパートナーって言ったしね。金額としては多分縮小してるんだよね。縮小したのか、縮小はしてないんだけれど、アルファタウリにはオーレンよりももっと大きな額のスポンサーがいるのか。そこを例えばアルファタウリってアルファタウリがスポンサーなんでしょ。まあチームオーナーなのか。あ、そう、あ、そうかそうか、自分のところだね。まあ例えば、ホンダさんが PU 代金を無料で提供してたら PU 代金分のスポンサーってことになりますよね。例えば20億円のスポンサーだったとしたら、まあもちろんタイトルスポンサーとか言ってないですけど、まあアルファタウリ確かでっかいスポンサー3つぐらいあったと思いますけど、そのうちの1つがホンダであることは間違いないですよ、去年の頭からずっと。で、オーレンさん来ました。うちはプリンシパルパートナーなんで、アルファロメオ時代と同じ15億円払います、どやーって言ったとしても、ホンダより少ないよねって。だったら、ホンダより少ないそのスポンサーを、タイトルスポンサーとは言えないでしょ、ホンダさんに向けても。まあ、ホンダさんかどうか分かりませんよ、ただそういうのがあったとしたら、タイトルスポンサーにはならないでしょうと。まあ、もちろんオーレンがちょっと縮小してそれでも続けたいっていうので続けてる可能性もありますけど、額は分かりませんけどね。ただまあマルチイヤーの契約してるぐらいだから、一応それなりにちゃんとはやってると思いますけどね。まあオーレンさんもこうずっと F1 に長く継続して、スポンサーしてるってことは、まあ、多分その自身の PR にちゃんとなってるっていう。何の PR になってるんでしょうね。なんかそのまあ自分の国ではどう考えても国内しかないですよね。ポーランド国内以外で、日本にオーレンのガソリンスタンドあるわけじゃないですし、日本にはないから、まあそれはある、その自分たちがいる地域ではヨーロッパの他の地域でも絶対ないし、だからジャンプって入ってるのと一緒じゃないですか。ジャンプイギリスで買えないしなみたいな。ポーランドの中でまあ待ってるか待ってないか分かりませんけど、国営企業みたいなもんだろうから、まあやると言えばやるという感じなんじゃないですか。だからまあ自分たちがいる地域では多分効果があるんだろうねきっと。まあいろいろ大人の事情もあるんじゃないでしょうか。まあだから僕はそのもうちょっとその単純な宣伝というよりはポーランドのヒーローであるロベルト・クビッツァをやっぱりこう支えたいっていうのがあってずっとやってるのかなと、そっちがどっちかというとメインなのかなって気がしてたんですけど、今回クビッツァ王子なしっていう、ないらしいって感じだから、だからアルファタオリにオーレンってついた瞬間、うわーまた角田君何回か FP1 走れないのかと思っちゃったんですけど、そうじゃないのかなっていう。もうあれですかね、クビッツァおじもご苦労さんってことなのか、もういい年でしょ。まあそうですね、アロンソと同い年ぐらいのはずですからね。多分クビッツァおじ自身もクビッツァおじ自身のこう前のめりでちょっとお願いします、ね、まあオーレンさん次第でみたいな感じなんじゃないですかね。まあ正直僕から見てもその彼の立ち位置がちょっと中途半端っていうか、かわいそうだなって、結局いるだけになっちゃってて、で FP1 乗りましたって言っても、まあ正直それ F1 のシート目指してとかじゃないのはもう明らかじゃないですか。思い出作りとか、なんかね、そこに本当チームの中に F1 ドライバーっていう肩書きを名乗るためだけにいるみたいになっちゃってるから。もちろん彼は大きい怪我を負って、その後もう右腕ずっと障害が残っちゃったんで、まあ、かつてのような走りができないのはもう確かだと思うんですけど、実際筋力も 40% ぐらいしかないって、戻ってないって言ってましたし、まあみんなが思ってる以上に正直その見た目は痛々しいし、そんな簡単にはやれないと思うんですよ今の F1 においては。だってみんなこんなのね、トレーニングでやってる中で、まあね、腕が伸びませんとか、筋力 40% しかありませんってやったらできないですよね。ウィリアムズで1年走りましたけどね、だからまあもともとも才能がある人だから、アロンソが唯一認めたぐらいの才能がある人だから、だったらその本当に中途半端な立ち位置でいるよりは、もうちょっと彼の力が気持ちよく活かせる F1 じゃないカテゴリーで走るっていう方が、まあインディーはさすがにステアリング重いから難しいと思うんですけど、まあ箱車なのか何なのか分かんないけど、ウェックとかね、そういうところでの活動をオーレンさんが支援してあげるっていうのが一番いいんじゃないかなっていう気がしますけどね。そういうのも背後にはあって F1 に関してはこうっていうのかもしれないですけどね。応援されてる方の中にはね、ちょっとアルファタオルに乗るクビタオジも出たかったっていうね、思われた方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあまあ今回はスポンサーのみという感じでございますので、クビタオジの姿が F1 のパドックで見られることは今のところなさそうだと。わかんないですね。ゲストでわかんないですよ。来るかもしれないけど。ポーランドでの人気はすごいですからね。ハンガリーグランプリとかめっちゃクビッツァ王子ファン来ますからね。まあオーレンさんはアルファタオルにスポンサーとしてやってきたと。はい。まあだからオーレンさんはクビッツァ王子とは違って、やっぱ F1 というところにいたいっていうのがあるんでしょうね。何らかのそこの目標が目的があるんじゃないですか、そこは。まあまあアルファタオルにとってもね、それなりに金額いただけるのであればいいんじゃないですかね。いいんじゃないですかね。あれ今リアウィングホンダって入ってんだっけ？いやホンダにはついてないです。アルファタオルがついてない。アルファタオルってこれもまた新車の。まあリアウィングにつくっていうのはそこそこ大きい金額ですからね。そうだよね。目立つからね。だからニューヨークの発表の時にはオーレン入ってたね。ということでございます。はい。この動画よかったな。クビッツァの走りが見れないのは残念だけど、頑張ってね、元気でね。止まれた方はいいねボタン、チャンネル登録。フランライフパーカーは残り本当にわずかだよ。ありがとうございました。